敗が早く。ところです。病気といえば病気かもしれません。本当は私が何とかしたいんですけど、私なんかじゃ何もできなくて。夢村先輩はどうしてここに来たんですか？私と同じですか？彼女ですか？ごめんなさい。不謹慎でした。わからないことがありすぎてここに来たんですね。また先輩の癖が出てますね。自分以外の誰かのことだけ考えてる。困ったことに、それが悪い癖とは一概に言えないんですよね。
たまにはいいんじゃないですか。自分のことだけを考えても違った。絶対にそうしなさい。先輩は自分のことをおろそかにしすぎですよ。もっと自分の意思を大切にしなさい。自分にできないことは相手にもできないですよ。それに過剰な優しさは時に辛さに変わることも。だから先輩がしたいようにすればいいと思いますよ。大丈夫です。先輩は優しいから、きっとどんな選択をしても喜んでくれますよ。頑張ってくださいね、ヒロウ先輩。それじゃ。ごめんごめん、ここまで驚くとは思わなかったから。私のおごり。どうぞ。
よいしょっと。あ、座るときに声を出すのっておばさん臭い？よかった。おじさん臭い。うっそ。拗ねないでよ。本当に？そっか。美味しかった？食べてくれたんだ。嬉しい。本当に？本当に本当に？ヒロー君が悲しい顔してるから。それじゃ、そっちに行って確かめてみていい？沈黙は敗北宣言。別にいいよ。なんでそんな悲しんでるの？公園の前を通ったらこの世の終わりみたいな顔してベンチに座ってるヒロー君を見つけたから。辛いの？頑張れそう？何？あるよ。こんなに辛いなら、すべてを投げ出してゼロに戻りたいって思った。投げ出せなかったよ。
投げ出せるわけないじゃん。教えてもらったの。諦めないで水をあげ続けていればいつか芽は出るって。たとえ枯れちゃったとしても水をあげてればまた芽が出て、そして綺麗な花を咲かせてくれるって。つぼみかな。今つぼみまで行ったんだって思ったでしょ。問題はヒロ君にとっての花は何かってことね。一つじゃないかもよ。一面をお花畑にしちゃいな。それじゃ探しに行かなきゃ。頑張るんだぞ、拾う。
も来てくれたんだ。よかった。もう来てくれないのかと思った。わからない、なんかそんな感じがして。私の勘って当たるから。そうかな。最近ね、夢を見るの。なんか私が時代劇で見るような昔の世界にいるの。もう少し前かな、戦国時代とかそんな感じ。それで私は村の占い師なの。それで村のみんなが私に聞いてくるの。雨はいつ降る？今年は豊作？とか。うん、だからみんなから崇められてた。そんなある日、そう、星空が綺麗な夜だった。星空が見たくて、私は夜の山道を歩いてて。そうしたら、怪我をした男の人が倒れてて助けるの。その男の人がどこか疲労に似ているの。そう。私は男の人を助けるんだけど、その人は記憶を失っていて、記憶が戻るまで一緒に暮らすことになるの。その人と暮らすことで、占うだけだった日常が変わって、私の心は大きくその人に傾いて結ばれるの。でもね、ある日、私たちが住んでいる村が襲われるの。それで私たちは、なんで幸せって継続しないのかな。なんで悲劇なんて言葉があるのかな。
夢なんだよ。夢くらい幸せになれてもいいじゃん。胸にぽっかりと穴が開いているような感じ。そのことを考えると